カンバ細工の茶筒。カンバ細工は日本の伝統的な木工工芸品。桜の樹皮を利用して作られるものであり、茶筒や小箱、タバコ入れなどに利用される。カンバ細工という名前であるが、実際にカバ類が利用されることはない。命名の由来は諸説あり、定説があるわけではない。古代には山桜をカバやカバ桜と呼ばれるようなことがあったためという説や。 カバの名前は家を建てるための木材である白カバから来ており、カバは実際の工芸ではなく職人の種類を示すために使われているという説がある。また、エゾ山桜を意味するアイヌ語、カリンパが由来との説もある。秋田の角野建の佐竹ホッケによって、秋田県北部の兄地方から角野建に技法が伝えられたとされ、反省時代は下級武士の復讐入源となっていた。 18世紀末から始まっており伝統は200年を超えるとされる。これが地域の職人の工房を通じて現代まで伝わっている。武士の町であった角野立工芸協同組合の美術館は、かん細工の工芸品を展示しており、訪問者のために常設展示している。かん細工の引き出し、主に片物と生地物の2種類がある。 桜の皮は剥ぎ取られた後、乾燥された後に汚れを落とされ、小型の滑らかで均一になるように処理される。型物の場合、仕上げたい型にカニ螺を合わせ、二皮で貼り付けて固めた後に中に入れていた型を取り外して作られる。生地物は利用する形に切られた木に、二皮を使って再度加工した桜の皮が貼り付けられる。貼り付け工程では、火で熱せられた、 小さな金ごてが使われる。すべての面で別々の形の樹皮が必要とされるため、非常に手間のかかる作業である。現在では特定の用途だけではなく様々なものに対して使われており、時には大型の木工アートワークとして利用される。時計、小箱、筆、刀の鞘などが生産されている。伝統的なカバ細工は一般的に小さなものが多く、 陰道や動乱といったものに使われることが多かった。現在では茶筒やタバコ入れなどに使われており、看板細工にはこれらの乾燥したものの湿度を一定に保ち外部からの変化から守る特徴がある。色は元となる樹皮や荷皮により一般的に暗い赤色をしている。ありがとうございます。